ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは6番阿部。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。ドカーンと大きな当たりです。突き刺さった、ソロホームランが出ました。2点差に詰め寄る一発となりました。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。ジャイアンツが追い上げます。4対2になりました。見事な一発が飛び出しました。これで2点差まで詰め寄りました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー本当にうまく反応しましたよね。ここで得点が入りました。